マニュエル・イダルゴは、スペイン・マラガ県アンテケーラ生まれの現代音楽の作曲家。グラナダ大聖堂オルガニストを務めた、フアン・アルフォンソ・ガルシアの下で、音楽理論と作曲を学び、1976年からは、スイスのチューリッヒ芸術大学、ハンス・ウルリッヒ・レーマンに支持した。1979年から1984年までは、当初は、ハノーファーで、後には、 シュトゥットガルトで、ヘルムート・ラフヘンマンに支持した。二度のガウデアムス賞ノミネート、ドナウエス・シンゲン音楽祭での二度の世界初演を経験し、プロムジカノバブ・レーメンの後期に作品外食された人物でもある。ドイツ語圏での活躍が多く、現在もシュトゥットガルトに住む。日本では、ピアノ曲、デア・レ・リジェズ・アルゴリズマス・レ・ピエセズが、秋吉台国際二十世紀音楽セミナー&、 フェスティバルで日本初演されている。近年カイロスからソロアルバムがリリースされた。作品はブライトコップフーンとヘルテル社から全作品が発売されている。現在は自作品のみならず、ベートーベンのバガテル作品126をはじめとする諸作品やバッハの作品などの編曲活動でも知られている。テオドーロ、アンテロッティとは交友ううも多く、 ベートーベンの編曲作品は彼のために書かれている。ブライトコプフ社編さんの年表に基づく。同情、同情。イダルゴハットアンサンブルレゾナンツの演奏開票に基づく。ありがとうございます。